京大会男子マラソン、いよいよスタートです。東京の夏の王者は果たして日本の中山谷口か、あるいはイタリアのソウルの金メダリストボルディンか。東京の国立競技場、トラックからロードへと進んでいきます。先ほどトラックではボルディンが前から10番目ぐらいでしたね。今ようやく集団が一つに固まりました。中山がその先頭に立ちましたね。 3.7 キロから8キロの地点で、はいはい、結構あの後ろ散らばってきましたけども、はい、まあ、決して速くないということなんですね。この谷口博美が今注目しているといったメコネンでありますが、ゼッケンが316番、中山のすぐ後ろにつけております。キューバ、そしてモネゲッティです。中山はどうやら伊藤さん、日陰を選んでこう歩道寄りを走っているようですね。中山君外の方ですね、日陰の方をうまく利用しまして、はい、まあ、特にこの日差しをですね、少しですけどもやっぱり避けているような気がしますね、はいはい、ちょうど中山の左手の方から朝日が差し込んでまいります。先頭が今神田橋の交差点を渡りました。先頭グループは17人の一塊になっております。さてこの選手の集団をじっと見守っております審判庁舎がありますが、これは日産自動車が提供した日産プレジデントの電気自動車です。日産自動車は地球環境を考えて電気自動車の開発に取り組んでおりますが、今回は選手が少しでも良いコンディションで走れるようにと、この日産プレジデント電気自動車を提供しております。ご覧のように朝日を浴びて選手の体がきらめく時があります。ちょうどそれが道路の差し込んでくる日差しであります。中山を左に 見ながらボルディンが一人真ん中を走っております。ちょうど今読売新聞社前を通過したところであります。ご承知のようにこの箱根駅伝のスタート、そしてゴール地点でもあります読売新聞社。箱根駅伝の第1回大会は大正9年1920年スタートしました。その1920年の8月、今から71年前になりますが、アントワープでフィンランドのコーレマイネンという選手が2時間32分35秒8という世界最高をマークしております。71年前は2時間32分かかりました。このフルマラソンです。9キロ地点を通過しております。9キロを28分ちょうどで通過しました。これはどうでしょう、このペースは中山にとってはちょっとまだ足が引きつるような遅いペースなんですか、それとももう、これはやっぱりまだ遅いと思いますね。そうですか。ただ先ほど言われました高橋さんのですね、コーチの方の言われたやっぱり15分25から30ぐらいには当てはまってますけども、ちょうどゴールで2時間そうですね10分台ぐらいの記録なんで、はい、まあ、その辺が、まあ、優勝タイムだろうという読みだと思いますけども、やはり後半の暑さをみんなどの選手も警戒していることはあるでしょうね。それはそれぞれみんな持ってると思いますね、はい、今からもう涼しくなることはまずないと思いますので、これはもう日が出てくれば当然まだ暑くなりますので、はい、まあ、その辺のことをよく考えているんじゃないかと思いますね、はい。スタート地点で26度の気温、ここ10年の平均気温も朝6時の気温は平均が25度7分でありました。湿度が平均いたしまして 81% です。時計をちらっと見た中山、さてご覧の選手の左手奥には東京駅があります。選手が国立競技場をスタートしたのと同じ午前6時にこの東京駅を出ました。盛岡駅北へ向かったやまびこ31号は、現在6時29分ですので大宮を出たあたりであります。このマラソンがゴールする頃には今度は仙台を出ている計算になります。お堀を右手に見ながら先頭集団、中山がちょっと控えました。先頭は依然としてキューバのキューバです。このキューバの選手は2時間15分というベストタイムを持っております。画面右側に51番のモネゲッティ、そして左側に中山です。先頭が17人の集団、その中には谷口も含まれております。そしてこれがボルディンです。ボルディンは2つ目の集団です。はい、20メートルぐらいの差ですかね。そうですね、はい、このボルディンの中には篠原、それからピネイロ、そしてアルジェリアのサルミ、はい、それからポーランドのフルク、この5人の集団ですね。その後ろから300番のロメラが今その第18位グループに吸い込まれようとしております。はい、ロメラはスペインの選手であります。スペインからはホセ・モンティエルという選手もエントリーしておりましたが、今日は出場を取りやめております。
場取りやめと言いますとですね、伊藤さん、はい、残念ながら前回のチャンピオンのダグラス・ワキウリ選手が調子が悪いということで今回出場を取りやめました。そうですね、特に我々のですね、日本人にはですね、はい、まあ、SB 食品にいたということもありまして、非常に馴染み深い選手で、彼自身もですね、この大会に合わせてですね、非常に走りたいということを言ってましたけども、非常に残念ですね。そうですね、芦澤さん、はい、3号車です、はい、3号車この集団は45位のグループということになりますが、この中にですね、ソビエトのトルスティコフがいます。今年の4月ワールドカップで優勝したトルスティコフがですね、はい、非常に苦しそうな表情で、もうこれは集団先頭から300メートル以上遅れています。はい、ワールドカップの優勝者がトルスティコフ、そして世界選手権の前回の優勝者のワキウリは今日は姿を見せておりません。今10キロ地点を通過いたしまして、31分05秒前後といったところでしょうか。ボルディンもスペシャルドリンク、篠原もドリンクを取りました。皆あらかじめ用意いたしましたスペシャルドリンクを手にいたしまして、10キロ地点を通過しております。中山の右手前方にモレゲッティがいます。ご覧のように31分07秒で10キロを通過して、この5キロが15分30秒、まだペースは上がってまいりません。さあ伊藤さん、はい、このペースどういうふうにご覧になりますか。そうですね、私もう少しですね、中山から出た時にですね、そのまんまにやっぱ15分ぐらいのペースに上げてですね、持っていったらと思いましたけども、はい、まあ、ちょっと、まあ、この暑さとかいろいろ考えればこれが一番妥当なのかもしれませんけども、はい、やはりあの後ろがちぎれないというのがですね、離れてないというのが一つ、そこまで抑えている原因だと思うんですね、はい、ただもうこれのペースでも行くしかないと思いますね、はい、日の丸が振られております。日比谷公園を右手に見ている先頭集団ですが、国立競技場の瀬古利彦さん、はい、中山がこういうペースで行きますと、はい、あの悪夢のようなソウルオリンピックの再現ということにもなってしまうようなちらっと予感がするんですが、いかがですか。そうですね、途中3キロぐらいからね、このまま逃げ切るかと思いましたけども、はい、この気温と湿度を考えてですね、ちょっとやっぱり自重したんじゃないかと思いますね。これをどうご覧になるか、慎重すぎるとご覧になりますか。うん、まあ、中山君らしくね、思い切って行ってほしかったんですけども、やはりこの気温じゃちょっと行ききれないかもしれませんね。そうですか、はい、橋田さん、瀬古さんはね、ちょっと作戦を変えたなというような見方もしましたね。ああ、なるほどね。そうですね、はい、本当なら行く選手だったんですけどね。はい、先頭は今帝国ホテルの前を通過しております。ボルディンです。あの88年のソウルオリンピックの優勝者、イタリアから初めてのマラソンの金メダリストを誕生させましたのがこのジェリンド・ボルディンです。そしてその前の年、ローマの世界選手権は3位でした。ワキウリに王座を譲りました。地元で敗れたということで、その執念が実ったのが88年のソウルオリンピックでした。このボルディンからおよそ70メートル前方、先頭集団に中山が立っています。足田さん、はい、ちょっと水が空きましたね、ボルディンから先頭まで。そうですね、それと10キロのところでね、はい、スペシャルドリンクをどうやらボルディン用意していたんですが、はい、そのスペシャルドリンクの先についているイタリアの国旗だけをもぎ取りましてね、あれあれあれ、ドリンク取れませんでした。取れなかった。したがってね、普通の水をね、両手に持って、かぶって飲んで、うん、給水は一応はうまくいっているようですが、しかしスペシャルドリンクを取り損なってちょっとしかめっ面しましたんでね、やはりね、あまりそのいい傾向とは言えませんね。そうなんですよね、まあ、伊藤さんね、はい、選手時代のことを思い出されて、こういうそのスペシャルドリンク、自分が用意したものが取れない時のショックというのは意外にあるそうですね。そうなんですね、これはまだ前半ですので、これまだいいんですけども、はい、これ例えば中間過ぎまして30キロぐらいになりますので、はい、これが大きな、まあ、その敗因を生む場合が多いんですね、はい、もう取れないとですね、まあ、いつまでもくよくよしちゃうんですね。自分はこれを来た時にこれを取って次また行こうという気持ち持ってますので、はい、それがですね、取れない場合には非常にこうなんかこう、あ、これでいけなくなっちゃうのかなって少し不安が出てくるんですね。なるほど。ですからちょっと、まあ、前半の10キロ地点ですのでまだまだ、先ありますので大丈夫だと思いますけども、はい、先頭集団が間もなく12キロ地点に差し掛かろうというところです。依然として中山、モネゲッティ、そして316番のアベベ・メコネン、そのアベベ・メコネンから1、2、3人挟んで谷口、センターライン寄りをちょっと首をかしげながら走っております。いつものポーズ、独特のポーズであります。12キロ地点を通過しました。芦田さん、はい、先頭集団からね、スイスのベルツとそれからドイツのドブラ、この2人がボルディンのグループに吸収されましたね。あ、したがって今、ね、はい、第2集団が2、4、6、8人ですか。
従いまして先頭集団が 14,5 人ということになりましたね、はい、そして12キロ地点を通過して縦に長くなってまいりました。先頭にモネゲッティが立ちました。ご覧いただいておりますのが東京タワー、高さが333メートルです。そしてこの完成が昭和33年、今年が33年目と3の数字が並びます。そして今選手が走っているスピードが毎分333メートル前後ということになります。この東京タワーができた年、昭和33年にはソビエトのポポフが2時間15分17秒の世界最高をストックホルムで作りました。30年後にベライン・デンシモが8分27秒を短縮しております。そして今ご覧いただきましたのが増上寺の三下脱門です。上野寛永寺とともに徳川将軍家の菩提寺として栄えました。室町時代の創建になります。増上寺の三下脱門の前を今先頭集団が通過してまいります。三下脱とは貪欲、真に、愚痴、この3つの悪を下脱するという意味からつけられております。高さが21メートル、間口が19メートル、奥行き9メートル、イラカが見事です。国際映像でこういった江戸情緒もお楽しみいただいております。先頭の集団を見送る三門です。先頭はご覧のようにキューバがまだちょっとトップに立ちました。 12.5 キロ地点を通過しております。通過しておりますが、一番右端、画面の右端が中山、そして左端がモネゲッティです。このモネゲッティが先ほどからコースの先の先を読んであらかじめポジション取りをしております。まあ、中山がコースを知らないわけありませんので、やはりこの辺りは中山は日差しを避けて、はい、そしてモネゲッティは先のコースを読んであらかじめ右折するときには右寄りをということでしょうね。そうですね、そういう形でしか見えないと思いますけども、はい、まあ、左、まあ、中山君の方がはるかにこのコースは知っていると思いますので、そうですね、芝5丁目の交差点を右に曲がりまして、ここから第一京浜国道、国道15号線に入ってまいります。先頭が中山です。先ほど13キロ地点で取ったタイムでも10キロから13キロまで平均して3分9秒前後ですか。そうですね、ですからその分ですね、今ボルディンが後ろからこの集団にほとんどついてきましたね、はい、まあ、なんですか、一緒になるような感じですね、はい、吸収されるような感じで、はい、後ろから追いついてますね。そうですね、先頭集団先ほど14人でした。中山、それからキューバ、モネゲッティ、983番のアルフレッド・シャハンガー、それから506番のヨルク・ペーター・ドイツ、ドイツのフライガング479番もいます。それからメコネン316番、そしてピーター・マハー長身の選手169番、赤いユニフォームカナダ、そしてアーメド・サラー250番、谷口が687番、そしてアルハムシャに656番、村シャに981番、それから韓国のキム・ワンキも入っていました。さらにはギシラセ315番、そしてボルディンが追いつきました。ボルディンが追いついて篠原も追いつきました。先頭の集団がまた 2,4,6 人足されまして、およそ20人になっております。いや、このペースですとやはりかなりのハイペースではありませんので、どんな選手といっては語弊があるかもしれませんけれども、ついてこられますね。そうですね、まあ、これからまだこの地点ではですね、はい、まだそこそこ来ますけど、これが折り返し来ますと、これまたもう半分ぐらいになるかも分かりませんよね。あ、そうですか、ですから、まあ、このペースといって決してこの気象条件考えれば、はい、遅いことはないんでですね、ただ中山君、私気になるのはこう目をキョロキョロですね、右に左にと振りながら走ってるんですね、だから後ろの選手を切りながら、はい、気にしながら走ってますので、はい、もう少し本当に行くなら行くというような気持ちでですね、うんうん、ある程度こう気持ちを落ち着けていかれた方がいいと思いますね、はい、今14キロ地点を通過して43分45秒ですか。ここはちょっとまた3分12秒かかっております、この1キロ。さて、この世界選手権男子マラソンの先導を務める白バイの乗務員をご紹介します。今回は去年の第22回全国白バイ大会の団体優勝のメンバーで編成されております。センターラインよりが警視庁交通執行課岡田光三巡査部長、白バイ乗務20年5ヶ月のベテランです。その全国大会ではチーフコーチを務めて団体優勝に導きました。歩道寄りです。第4交通機動隊の有川徹巡査、白バイ乗務が5年です。去年の全国大会では個人総合6位入賞、独身28歳、ただいま花嫁募集中ということであります。そしてその後ろに控えております審判庁舎でありますが、日産自動車が提供した日産プレジデントの電気自動車、日産自動車は地球環境を考え電気自動車の開発に取り組んでおります。
選手が少しでもいいコンディションで走れるようにと今回はこの電気自動車を提供しております。ボルディンが先頭集団に入りました。この表情から走る電動車とも言われております。いわゆる教えを導く電動車とも言われているんですが、彼自身は、子どもたちにスポーツの素晴らしさを教えることが自分の最終的な目標である。スポーツを通じて人々に生きることの素晴らしさを教えたい。ところが残念ながら今の子どもたちはスポーツに関心も情熱もない。それが問題だと言っております。ヨーロッパのチャンピオン、そして、この世界選手権と来年のバルセロナオリンピックを制覇して3冠と、そしてオリンピック2連覇をかけている白い帽子をかぶっているジェリンド・ボルディン、その前2人挟みまして歩道寄りを走っている先頭が中山。足澤さん、はい、スタジアムですがね、はい、女子マラソンの山下幸子さんがね、はい、女子の時とちょっと暑さが違うんじゃないでしょうかという話をされていますが、山下さん、はい、今日のこの気温見てみますとね、はい、やっぱりちょっと女子の時と違いますか。してて、女子の時はもう秋の気配が漂ってたんですけども、今日はもう全く残暑で蒸し暑い感じがしますので、例えばあの水をですね、頭の上からさっとかけた場合には、はい、女子の場合どうでした。女子の場合ですね、あのお腹の辺にもかけたんですけども、はい、風が吹いたりとか、あのビルの陰に行った時なんかはむしろなんかこう冷えるような感じすらしたんですけど、でも今日はもうどんどん水かぶらないともうやっていけないと思います。そういうことです、足田さん。はい、それだけにやはり先ほどから伊藤さんもお話のありますように給水というところが大きなポイントになってまいります。中山、モネゲッティ、アベベ・メコネン、そしてボルディンがやや後ろ、ボルディンの右前方に谷口、センターライン寄りです。まもなく15キロ地点を通過しようとしております。さあ15キロをどのくらいのタイムで走破するのでしょうか。今通過しました。46分54秒ということは2時間11分半ぐらいのペースですか。そうですね、はい、これはどうでしょう。ボルディンに非常に合ったペースということも言えましょう。そうですね、あのちょうど彼は後ろの方から自分のペースで来てですね、まあ、彼が自分のペースで来てて、ちょっと前が落ちたと、まあ、そのために吸収されたような感じですね。ですから、まあ、あの逆に言うと、まあ、これも集団である程度この暑い時なんかは一旦がいいか分かりませんけども、はい、ただあの中山君もこうして前でずっと走ってますので、はい、まあ、自分のリズムをですね、ぜひ失わないでいってほしいなと思いますね。先ほどの山下さんの話のように谷口が3杯4杯と水を頭にかぶり、そして腿のあたりを冷やしました。谷口がそして今中山の左のすぐ後ろにつきました。谷口はよくあの水を取るためにですね、トップに立とう、そういうケースがよく見られたんですけど、今日は先ほどまではですね、後方に控えていましたけれども、今は前に出てきましたね。そうですね、このだけ集団がいますとね、あのやはり前へその時には行かないと取れないんですね、はい、やはりあのそれぞれこの給水だけは取っていこうという気持ち持ってますので。そうですね、ですからあの先ほどから見てましても、あのメコネも同じようなことをしてるんですね。なるほど、それぞれが給水の場所ポイント来ますと、やはり前へ出てとにかく確実に取っていこうというのを持ってるみたいですね、はい、ボルディンのすぐ後ろに日本第3の男篠原もつけております。足澤さん、はい、3号車なんですが、今ねスイスのベルツが止まってしまいました。あれもうですか、ちょうど15キロ地点を過ぎて給水をして、はい、自らの給水を取ったんですけどもね、水をかぶったところで首をひねって止まってしまいました。ははスペシャルドリンクは飲んでますよね。飲んでますね、はい、で水もかぶったんですけどもね、その後に急に止まってしまいましたね。やはり外国の選手初めて来た時にはこの暑さ、特に湿度が応えるかもしれませんね。そうですね、やはりあのこういったのはまた日本の独特のものですから、非常に選手にとってはあのランナーにとって非常に厳しいですね、はい、先頭集団はベルツが戻りました。ベルツが戦列に復帰であります。左手にちょっと右の脇腹を押さえています。このベルツスイスであります。先頭集団は16キロ地点に向かって進んでおります。をはじめといたしまして、およそ17人から18人の集団が今新八ツ山橋をこれから下るところです。先ほど画面で捉えておりましたのが選手の選手村となっております新高輪プリンスホテル。すでにもう右後方に選手はそれを17キロ地点に向かっているところでやります。下を今東海道線の電車が走っております。東海道線、そして新幹線、さらには山手線、京浜東北線をまたぎました新八ツ山橋を今度は下りにかかっております。
先頭ボルディンがついてまいりました。もう中山に密着するように中山とモネゲッティの間に挟まりましてボルディンの顔が見えてまいりました。やはりボルディンもあるいはしびれを切らしてもう先頭に立とうかということになったんでしょうか。いやそれはないと思うんですけどね、はい。まあ、彼は大体ああいった形で後ろで走る、まあ、最後の後半ですね、そうですよね。特にどちらかというと、まあ、どちらかというかもうとにかく後半上り入ってきますんでね、彼の得意とするところじゃないかと思うんですね、はい。このレースに備えまして、ピサの郊外のティレニアというところにありますイタリアの国立オリンピックスポーツセンターを拠点にしてさらにイタリアアルプスの山あいの地標高1950メートルのセストリエーレというところでコーチトレーニングを積んでまいりましたジェリンド・ボルディ。アベベメコネンが前に立ちました。先ほど伊藤さんがおっしゃったようにこういうふうに前にスッと出て、そしてスポンジを確実に取るんですね。そうですね、はい、取り損なっては大変です。さてこの91世界陸上東京大会日本テレビがホストブロードキャスターとして番組を制作しておりまして山口茨城の KDD の通信所を経由してインテルサット衛星を通じ世界131カ国33億人に中継されております。今先頭がモネゲッティそして中山ボルディンメコネン。やはり予想通りの展開になりました。先ほどもちょっと触れましたがこの中にダグラス・ワキウリ前回のチャンピオンディフェンディングチャンピオンの姿のないのが大変残念でありますが7月31日にニュージーランドのオークランドでの練習中に右足のアキレス腱の外側を痛めまして5日間練習を完全に休んでまた再開したんでありますが、回復の状況が思わしくなく、今回のこの世界選手権2連覇をかけた大会残念ながら取りやめとなってしまいました。さらにケニア勢といたしましてはイブラヒム・フセイン今年のボストンマラソンの優勝者のフセインも出場を取りやめております。まあ、その分ケニアはですねトラックで大活躍しているわけですけれども ね、本当に素晴らしい活躍ですね、はい、そうですね、はい。芦澤さん、はい、3号車ですが、はい、先ほど一旦止まりましたスイスのベンツがね、よみがえりまして、今元気に走っております、はい。でね、そのベンツに抜かれたのがポルトガルのマティアスです。89年の福岡国際マラソンを制しました。優勝候補の一角にも数えられておりましたポルトガルのマティアスが完全に遅れました。あのマティアスという選手はですねこれはベルツですね。伊藤さん、これまでにもあの札幌のハーフマラソンにも出場してきているんですけれども、はい、どちらかというと暑さに弱いということをコーチが言っておりましてねそうですね、まあ、日本には最近ではおなじみの選手になってまいりまして、ね、まあ、上位にいつも食い込んでますけどね、はい、やはり冬のレースでは上位に来るんだけれども、この暑さは応えるようですね。マティアスはそうですね、やっぱり、まあ、それぞれやっぱりあったそのコンディションがあるみたいですね。そうですね、はい。ご覧のように現在17キロを過ぎた地点もう400メートルの差がつきました。先頭との差でありますマティアス。今先頭はモネゲッティ、中山、ボルディン、そして依然としてキューバのキューバが頑張っております。そして169番がピーター・マハーです。その右側に画面の右側に見えております小柄な選手がキム・ウォンキ、韓国の新鋭であります。それから767番がメキシコのマウリリオ・カスティーヨであります。今年の4月のロッテルダムのマラソンで4位、さらにはその前の東京、ニューヨーク有効マラソンでは3位に入っております。2時間10分47秒のタイムでした。先頭がモネゲッティです。モネゲッティは8月11日シドニーで行われましたシティトゥーサーフという14キロのロードレースに出場しております。それからそうですね、およそ20日後のレースということで心配をしたんですが自分にとってはそれは、コンディション作りの一環としても良かったんだということを言ってますね。そうですね、前回のですね、はい、世界選手権の時もですね確か私テレビで見てまして、ちょうど同じぐらいの時期でしょうかね、はい、同じぐらいの距離を確か走ってまして、はい、あ、また彼出てるなと、うん、でいい結果を生んでました、はい、4番になりました、はい。で昨年のベルリンの時も、世界ハーフでですね、はい、世界記録1時間06分34秒ですか、はい。これで走って次に、ベルリンで優勝していると。確か2週間前でしたよね。そうなんですよ ね、ですからその期間は短いんですけども、はい、彼はそういうやはり調整の仕方で持ってきていると思うんですね、スピードにおいてはもう万全だと思いますね。なるほど。
ですから、まあ、そういう試しというですかね、自分のある程度その体調を見るためにそういったレースを出て、はい、この場に挑んでいると思います。ですからかなり万全な体調で臨んでいるんじゃないかと思いますね。はい、これがピネイロ881番です。ポルトガルのピネイロが遅れています。集団から遅れてまいりました。それからドプラーもいます。3人が集団から取り残されました。先頭の集団は依然として17人から18人の塊になっております。モネゲッティが快調なペースで中山と2人並んで先頭に立っております。伊藤さん、はい、中山君の顔つきはどうでしょうかね。そうですね、非常に今落ち着いてるんですよね、はい、ただなんていうんですかね、多少こう遅いのは苛立ちもやっぱり多少あるかなって気もするんですけどね。そうですか、隣のモネゲッティと比べてですね、モネゲッティの顔つきが非常に元気そうなんですけども。そうなんですね、判断っていうんですかね、いろんな例えば給水だとかコース取り、まあ、そういったところの判断っていうのはモネゲッティあるいはボルディンっていうのがですね、非常にいい状態でですね、行ってるんですね。僕が心配なのはですね、中山君がペースメーカーになってるんじゃないかなというふうな感じがするんですよね。そうですね、ですからボルディンなんかも今すぐ後ろについてますしね、この顔ぶれ見ますと非常に、まあ、それぞれが後半に備えて見てる感じがするしますよね。はい、分かりました、はい、中山モネゲッティが先頭集団を引っ張っております。先頭の集団が19人おりましたが、今またそこから3人どうやら脱落しそうであります。そうなりますと先頭集団一塊は16人になります。その先頭がモネゲッティです。そして479番がフライガング、ドイツの選手です。ベストタイムが2時間9分45秒モネゲッティとともにベルリンマラソンを走りまして4位に入った選手、これがフライガングです。そして画面その右、中山です。そしてボルディンがいます。ボルディンの右の後ろに谷口がいます。メコネンが谷口よりも後ろに下げました。そしてセンターライン寄りに入っております。谷口とメコネン、この2人の争いも興味を絞るべきところでありまして、谷口が3勝4敗と1つその対戦成績負けております。何としても勝ちたい谷口、今年の2月の東京ニューヨーク有効マラソンでは谷口が敗れまして9位、メコネンが優勝しております。まもなく20キロ地点、あと300メートルを切っております。先頭の集団です。ここで中山がちょっと下げました。先ほど伊藤さんと瀬古さんのお話の中にですね、はい、中山がペースメーカーになっているのではないかという瀬古さんの懸念がありました。これはどういうことでしょうか。そうですね、もうこのペースですとね、やはり後ろである程度こう、まあ、少年の走りをした方がですね、やはり後半には非常にプラスになると思うんですね、はい、ですから前で行くよりもですね、行くんであればですね、当然自分のペースを確実に守って、今日は自分の、まあ、トレーニングの感覚でですね、はい、まあ、自分でだけ行っても別にいいんだというつもりを持ってですね、うん、走っていけばいいんですけども、はい、後ろを気にしながらですね、走ってたんではいけないと思うんですね。あ、そういうことですか。まもなく20キロ地点です。今フライガンが通過しました。1時間2分53秒、1時間2分53秒です。そうしますと依然として2時間12分後半というペースですね。そうですね、はい、今の5キロが15分58、まあ、16分ちょっと切ったぐらいですから、そうですね、少しずつまだ落ちてきてますから、はい、ですから、まあ、これでも、まあ、遅れていく選手がたくさん出てくると思うんですね、ですからこれから折り返しの手前っていうのは普段レースの中でもですね、はい、この折り返しっていうのは非常にペースがその前後上がるんですね、ですからここで振り落とされる選手がかなり出るんじゃないかと思いますね。ここでモネゲッティとフライガングがセンターライン寄り、中山は依然として歩道寄りです。ちらっと後ろを振り返りました中山。やはりこういうような格好よりも中山としてはマイペースでもっともっと飛ばしていってほしかったというのがですね、大切お二人の見解ですね。そうですね、はい、ですから、まあ、ここまで来たんですから、ここはもういかに最後に備えるかというところじゃないでしょうかね。あ、そうですか、はい、完全にレースの展開を切り替えなければいけないということですね、そうですね、はい。今年の2月に行われました別大マラソンでは、別府大分マラソンでは2時間9分12秒というタイムを作りました中山武之、これが篠原です。で、中山はその時には前半を15分03、15分04、15分09、そして15分01と、もう本当に15分を切るかというようなね、ペースでずっと走り続けて、まあ、後半ちょっと練習量の不足ということから16分近くまで落ちましたけれどもね、ですから本来でしたらば高橋進監督が今年の初めからずっとトラックでの練習で言い続けてきたことは、
速いペースのイーブンペースを身につけることであると、いうことだったんですね。実際には今もまあ、決められたペースというかですね、まあ、こういう流れ入りましたので、はい、まあ、やはりでもそういった意味ではいろんな指導を受けていると思いますので、なるほど、まあ、私が見ている以上非常にまだ落ち着きはありますよね。そうですか、そういえば春先の水戸国際5月の、大会で1万メートルを走った時にも、前半のスローペースにも我慢して、そして最後追い上げて4位ですか、に入りまして一応自分では満足だったということを言っていました。そうですね、はい、やはり一つ一つこの大きな目標がありますと過程をですね、はい、一つ一つクリアして満足に追っていくかなと思うんですね、はい、まあ、それ十分できたようですので、まあ、今回今こういう形来てますけども、まだまだ後半にですね僕は最後のところまだ期待できると思いますね、はい。先頭集団はすでに 20.7 キロを通過しております。長野県の北安住郡池田町からは今日75人の応援団が先ほどスタート前にご覧いただきましたように国立競技場に姿を見せております。87年の9月には名誉町民の第1号を定例議会で推挙されております。先頭集団がちょっとこぼれてまいりまして少なくなってまいりました。その中には谷口がいます。篠原もいるんですね。そうですね、はい。日本の3人がこの先頭集団にしっかりと位置を占めております。さあこうして選手の前方に折り返し点が見えてまいります。まもなく21キロ地点を通過いたします。折り返しポイントの斉藤さんどうぞ。はい、こちらは平和島口の折り返し点です。日が差してまいりました。午前6時のスタート、まもなく応援の人が姿を見せました。関心の高さを伺います。今両脇ぎっしりとお客さんが詰めかけています。選手が肉眼で見ることができます。まもなく中間点を通過します。この50の先イエローのラインが中間点です。第一京浜を一路南下した選手この中間点から220メートル先で折り返してまいります。非常に蒸し暑いこの平和島口折り返し点午前7時晴れ27度2分 71% 風はほとんどありません。平和島口の今交差点に入りました。あと100メートルで選手は折り返してまいります。これからやや右に緩くカーブを切ってまいります。先頭はモネゲッティです。緑と黄色のパンツ51番がモネゲッティ、そしてドイツのフライガング、日本の中山の姿も見えます。先頭グループ帽子をかぶっているのがボルディン。まもなく折り返しです。モネゲッティ先頭、そしてフライガング中山の姿も見えます。ボルディン、そして谷口、日本の篠原もいます。先頭グループエチオピアのメゴネンを今折り返してまいりました。先頭グループが折り返していきました。今19人の選手、そして20、21、22人の選手が折り返してまいりました。617番の選手イタリアの選手です。そしてファウスティーニです。24人の選手が今この平和島口折り返してまいりました。300番ロメラです。1163番アメリカのスペンス、サングラスをかけて今折り返してまいりました。先頭から今1分が経過しました。平和島口の折り返し、お客さんの拍手が湧いています。414番イギリスのブザが見えます。まもなく折り返しです。あと30メートルです。イギリスのブザが今折り返してまいりました。25人目の選手です。拍手の中選手が次々と折り返していきます。アメリカのハドソンが今折り返していきました。26人目の選手、はい。そして27人目です。先頭は今ボルディンです。先頭がボルディン、そしてモネゲッティ、そして中山です。ここでメコネンが落ちました。先ほど折り返し点でおよそ10秒の差で先頭集団から遅れていましたメコネンがその後100メートルぐらいの差で今ついている。これは苦しそうですね。そうですね、ちょっとここで遅れてはもう勝負にならないですね、はい、これは船越さんですか。はい、3号車ですが、はい、非常に苦しそうでね、先ほどから下を向いたり上を向いたり、視線が一定しませんで、はい、時々歯を食いしばるような感じで、このコースは知り尽くしている初代のチャンピオンではあるんですが、はい、ちょっとこれはもう差が開く一方ですね。すでにもう100メートル近く離れています。この走りを見てメコネンどうですか。伊藤さん、
そうですね、まあ、最近非常に体の揺れ方がひどくなりましたけども、やはりちょっと今日もあんまり良くないみたいですね。なるほど。今シーズンは東京で走り、そして4月のボストンで走っております。ボストンの時にはイブラヒム・フセイン、ケニアの優勝したフセインに、16秒差の2位に入りました。先頭はご覧のように中山、そしてその前にモネゲッティがいます。モネゲッティが快調な走り、中山がちょっとこう顔を左手で拭ったりする仕草が目立ってまいりました。そして中山の左後方に篠原がいます。篠原の後ろに谷口がつけました。この集団はどうやら落ち着いてきたような気配です。先頭がモネゲッティです。22キロ地点を通過している先頭集団、これからのデッドヒートが楽しみです。先頭の集団が12人、その後ろに2人並んで走っております。おおむね14人と言っていいと思いますが、先頭の集団です。この先頭の集団を先導いたします、センターラインより警視庁第三交通機動隊、羽賀貴治巡査、白バイ乗務が5年です。去年の全国白バイ大会では個人総合第3位入賞、剣道3段、バレーボールを楽しむ警察官です。そして歩道より第三交通機動隊、柴崎明巡査、白バイ乗務4年5ヶ月、去年の全国白バイ大会では堂々個人総合で優勝しております。マラソンの先導はこれが3度目ということであります。さて、審判庁舎は日産自動車が提供した日産プレジデントの電気自動車です。日産自動車は地球環境を考え電気自動車の開発に取り組んでおります。今回は選手が少しでもいいコンディションで走れるようにとこの電気自動車を提供しました。まあ、さらに先日新聞で私読んだんですが、8月の26日に発表された新しい日産の電気自動車、搭載電池の重量がこれまでの半分、完全に充電すると走行距離はこれまでの2倍の250キロになったということなんですが、まあ、選手にとりましてはね、ディーゼルとかガソリンのあの排気ガスよりは電気自動車の方がいいに当たり前ということになるわけですね。匂いが、結構気になりましてね、はい、やはり匂いがなくてですね、そういうもののやっぱりこうなんていうんですかね、余分なこう意識にですね、はい、入らない方がいいですね。なるほど。まあ、去年私ヨーロッパ選手権の取材でユーゴスラビアのスプリトに行ったんですけれどもね、はい、その時にドイツの、ね、記者の人に聞かれまして、来年の世界選手権マラソンの時にはどんな車で中継するんだということを聞かれたんですよ。日本はまだガソリンやディーゼルなんですよって言いましたらね、ってびっくりしてましたね。ああそうですか、やはり選手のためを考えてるんですかね。そうなんですね。まあ、スプリトの大会の時にはコースが周回コースでしたので、小さい電気自動車、これは日本製だったんですけれども それを使っておりましたね。ご覧のように後続に2人ポツンポツンと残されました。今井さん、この脱落組ちょっと伝えてください。はい、一番遅れてるのがエチオピアのタスファイエですね、318番、はい、それから976番の選手はギニンザですね、スワジランド、はい、この2人が先頭から遅れました。はい、それとね、先ほどまでついてましたね。夏らしいなと思うのはね、篠原選手がね、ちょうどパンツの後ろが腰のところにね、水をたっぷり含んだスポンジを入れてるんですよね。さっきからスポンジを 2,3 個取りましてね。あ、後ろから見ると分かるんですね。後ろから見てるとよく分かりますよ。はいはい、夏らしいですね。いや、この篠原はですね、北海道マラソン2回出ているんですよね。はい、しかも去年は優勝している。そうですね、この暑さの中にはですね、こういうやっぱり強いですね。やっぱり知ってますね。今回もちょうど彼には一番ちょっと前半早くて、ちょうどいい具合にボルディンがちょうど自分のペースメーカーになってもらったという形で、ちょうど先頭集団も追いついて、今彼にとっては非常にこうスムーズな自分に合ったペースじゃないかと思うんですね。なるほど。彼も急遽変わるということで、選手に、ね、変わりまして出場が決まりました。はい、その中でですね、非常によく走っていると思います。そうですね、表情見てましても非常にいいですね。はい、そして今先頭に立ちましたのが858番のヤン・フルクです。2時間10分16秒というタイムがベスト記録であります。これは250番のアーメド・サラーです。ジブチのアーメド・サラーは2時間7分7秒という歴代2位のタイムを持っております。そのサラーがヤン・フルクに行かせる前としてくっつきました。ヤン・フルクは2時間10分16秒の選手、2時間7分7秒のアーメド・サラーがぴったりとついております。そしてその後ろに315番のギシラセ、エチオピア、メコネンが脱落いたしまして代わってギシラセが3番目についております。その後ろが、ボルディン、モネゲッティ、篠原、中山、そして、谷口がいますね。
谷口がついております。先頭の集団が3人縦に長くなりました。そしてその後ろに2つ目の集団がボルディンを先頭についております。現在24キロ地点を通過しております。中山がちょっと下げたんでしょうか、意識的に。これはそうですね、勝負どころを控えてやはり少し自重してるかもしれませんね、はい、ただこれを前の3人を誰もその、まあ、本命とされている選手がですね、追っかけないのがちょっと不思議なんですけども、ちょっともう10メーター以上空きましたからね、はい、ですからちょっとこれはどういうことかなと思うんですけども、まあ、アーメド・サラーはこのところちょっとですね、制裁のない練習、レースが多かったんですけれども、しかし広島のワールドカップでも優勝してますし、そうですね、最近でも、まあ、時々走ってますので、ですから、まあ、大きな大会、まあ、オリンピックもですね、はい、ソウルでもちゃんと入ってますし、はい、ですから、やっぱり底力持ってますので、まあ、彼のような長身で足の速い選手であればこれから上り坂 に入ればですね、当然有利かもしれませんし、ですから当然ボルディンの視野、中山の視野、モネゲッティの視野にはこのサラーは捉えられているはずですね。そうですね、はい、ですから今それぞれの気持ちの中で誰か追っかけないかななんて思ってるんじゃないでしょうかね。そうですか、自分が追っかけたくないっていう部分もあるんじゃないでしょうかね、はい。国道15号線を今度は東京の都心部に向かって走ります。横浜から日本橋を結ぶ 29.2 キロの国道15号線です。このマラソンでは折り返しまで 7.8 キロ余りを往復しております。まあ、国道といいます1号線から449号線まであるんだそうですが、ちなみにその449号というのは沖縄県の本部町から名護市に向かっている 17.8 キロであります。今中山くんが少し前に出て、追いかけてきましたね。そうですね、ですからこれでみんなもう一度あの前の集団に入ってくるんじゃないでしょうかね。はい、これで捉えるかもしれません。25キロを手前にいたしまして、中山 がその差をじりじりと詰めてまいりました。さあ25キロ地点を今通過しました。1時間18分57秒、1時間18分57秒で25キロ地点を通過しております。そうしますと相変わらず2時間12分台の記録、このままいきますとね。そうですね、もう12分もひょっとするとなってますね。13分を超えるかもしれない、今ちょうど16分4秒かかってますし、はい、ただ今少しペース上がったのはありますけども、うん、ちょっとやはりまだまだこれから上りになりますので、はい、やはりペースがもうちょっと落ちるかもわかりませんね、うん、明らかにこれは勝負にこだわるレース展開ということでいいでしょうね。はい、国立競技場の瀬古さん、はい、相変わらずペースが上がってきませんが、どういうふうにご覧になりますか。これでいいんでしょうか。いや、これはしょうがないと思いますね、はい、もう勝負もかかってますし、みんな自重してますので、これはしょうがないと思います、はい、で中山、篠原、谷口に最後の勝負をかける35キロ以降のあの坂での頑張り、どうでしょう、はい、そうですね、中山君まだ余裕ありそうですし、はい、飯田橋から四ツ谷にかけてからが勝負だと思いますね。なるほど。山下幸子さん、はい、今ご覧になっててですね、この辺りでどうなんでしょうか。あの最後のあと10キロ後にやってまいります坂というのはもう意識に入ってますか。入ってるでしょうね。そこまでにいかに余力残すかがもう勝負の分かれ目だと思います。山下さんの場合はこの辺りはもう余力十分でと言いますか、とにかくもう省エネでいって余力を残そうとそういう意識ばかりでした。あ、そうですか。それとやっぱり給水のことは気にしてらっしゃいましたか。もう必ず取るようにしました。あ、そうですか。15キロ地点を先頭が通過しております。先頭は新八ツ山橋を今下っております。26キロ地点をすでに通過しております。先頭中山、それからフルク、そして51番のモネゲッティ、谷口、さらには250番のアーメド・サラー、そして篠原がいます。それからエチオピアのギシラセもいます。そして、イタリアなんですね。イタリアが2人、ね、ボルディンがちょっと下げておりますが、その前にベッティオルが入っております。どうやらこの 2,4,6,8,9 人、9人の争いになりそうであります。ボルディンがまたちょっと詰めてきましたね。そうですね、はい、一時10メートルほど遅れていたんですが、でもちょっと走りがどうなんですかね、鈍いよっていうか、まあ、彼の走りがもともとそうなんですけども、はい、
ただ、うまくこうペースの落ちるのを待ってて追いついたのかですね、まあ、ギリギリなのかちょっと分かりませんけども、はい、ただ、今さっき、上がった時に、ついてた時にですね、もう少し続けばですね、これが一つの帯になりまして、まあ、中山君にとっても日本選手にとってもですね、はい、上位に食い込んでですね、はい、まあ、ある程度早いうちにその順番が決まってですね、はい、入れるかなと思ったんですけど、また集団になっちゃいましたね、はい、これはマティアスですか。25キロ地点、マティアスがどうやらこれは危険のようです。途中危険のようです。ポルトガルのマティアス、やはり暑さには勝てませんでした。25キロを過ぎたところでどうやら危険のようです。ちょうど今品川駅前、選手の右手、そして左手奥に新高輪プリンスホテルの選手村、この辺りはおそらく日本選手団も応援に出ているものと思われます。女子のマラソンではポルトガルの女王、あのロザモタがこの地点で棄権をいたしました。あ、日本選手、女子の選手が並んで手拍子を送っております。この横断歩道橋のやや先、今選手がちょうど通過しているあたり、捉えることができるでしょうか。審判庁舎が通過したちょっと後ろの方に、日本の女子選手が並んで、手拍子で応援をしておりました。2,4,6,8,9人、この9人の集団が落ち着いてまいりました。相変わらず速いペースではありません。トップグループはヤンフルク、キューバ、このキューバはおりません。キューバはもうすでに姿を消しております。アーメド・サラー、それからギシラセ、そしてベッティオール、ボルディン、谷口、篠原、中山、モネゲッティ、ここでまたスポンジを取りまして頭から水をかぶります。まあ、給水が勝敗の鍵を握る真夏のレースであります。この給水のにまつわるエピソードをちょっとたどってみたんですが、古くは1904年オリンピックのセントルイス大会で、この時には40キロで争われておりますが、気温が32度、加えて埃の舞い上がるという悪条件の道路、そして給水が事前に用意されていなかったためにアクシデントがありました。最初にゴールしたのがフレッド・ロルツというアメリカの選手でありましたが、金メダルを贈られる寸前に失格となってしまいました。中山がちょっと遅れました。縦に長くなった先頭の集団ですが、中山が8番目9番目を走っております。おっと、また一人、芦田さん、はい、アルジェリアのサルミですね。サルミがこのちょうど選手村の前で止まってしまいました。ああ、そうですか、はい、どうもこの選手村というのはなんか戻りやすいところにあるんですかね。モタノと同じように同じポイントでサルミ、アルジェリアの選手が立ち止まってしまいました。先頭は元気よく依然として快調といいますか、ちょっとゆっくりしたペースで走っております。これが中山です。そして767番のカスティーヨがどうやらこの先頭集団に加わってまいりました。おっと、これはピネイロ、芦田さん、はい、ピネイロもね、ちょうど選手村の前なんですが、今ちょうど 中央ラインに座ってしまいましたね。ポルトガル勢はポルトガルの南部にあります、かなり暖かいところで練習を積んできたんでありますが、やはりこの湿気には参っているようです。これでポルトガルは2人リタイアです。さあ、先頭の集団が2,4,6,8,10人になりました。メキシコのマウリリオ・カスティーヨが加わりまして10人の集団になりました。まあ、先ほどの話途中になりましたのでちょっと触れておきたいと思うんですが、その1904年のセントルイス大会、フレッド・ロルツが失格になった理由、それはレース中15キロ地点で痙攣を起こし自動車に収容され、5キロほど運ばれた後また自動車から降りて、再びレースに戻ったことが後で分かったために、表彰の寸前に金メダルを剥奪されたという、そんなエピソードも残されております。とにかく給水の大事な真夏のレース、今男たち先頭集団が10人に絞られてまいりました。メコネン、アベベメコネン、谷口のライバルが相当遅れてますね、はい、27.1 キロ地点でね、これです、
これはビデオテープなんですが、一旦止まりましてね、そしてオート物を吐き出しました。もう一度、はい、もう一度吐きましてね、二度止まって、これはリタイアかなと思ったんですが、その後またね、気力を取り戻すようにして走り出しました、はい、しかしね、ペースは上がりませんね。21年前 の東京オリンピックではエチオピア の裸足で有名だったアベベ選手が快走したんですが、はい、今日は苦しいですね。ただ沿道の人からね、メコネンだけはやはり日本でもおなじみなんですね、メコネン頑張れ、メコネン頑張れという名指しの応援がね、これがだいぶ効いているようです。あー、そうですか。それからね、300番のロメラ選手、先ほど救護車に救護されました。かなり過酷なレースのようでね、はい、この辺りリタイアの選手が続出しています。スペイン、ポルトガルと、いわばフランスの南の方にあります南仏からさらに南の方にある国ではありますけれども、やはりこの暑さ、特に湿気、これには応えているようです。現在25キロ通過時の気温が出ております。30度まで上がってまいりました。湿度は気温が上がるごとには下がってくるんですが 62%、 風はほとんどありません。まもなく選手の右手に田町駅が見えてまいります。29キロ地点をまもなく通過いたします。先頭がモネゲッティです。ボルディンです。谷口です。篠原です。そしてフライガングです。さらにはアーメド・サラーです。中山がいます。今29キロ地点を通過しました。これから芝5丁目の交差点で左に折れまして、再び日比谷通りへと入っていく先頭の集団、一塊になりまして10人、その最後尾につけておりますのが中山です。中山の前にイタリアのベッティオルがおります。そして767番のマウリリオ・カスティーヨもメキシコの選手がつけております。それからギシラセです。この10人が今第一京浜国道に別れを告げまして日比谷通りへと入ってまいります。29キロ地点を通過して、あと1キロ弱で30キロ、あるいは35キロが勝負の駆け引きの始まるポイントと各選手が見ておりますが、伊藤国光さんは30キロと見てますか、それとも35キロ過ぎ、やはりこういった暑い中ですとね、どちらかというと今からまだですね、徐々にですね、振り落としというか、そういうになるんじゃないかと思うんですね。あ、そうですか。ここでちょっと中山が遅れまして、今上空のカメラから、ビルの屋上からのカメラから捉えております。かなりこの先頭集団からは30秒以上の差、つまり160メートル近い差がついております。芦田さん、はい、これはアメリカのスペンスですね。あ、そうですか。メガネをかけた選手、スティーブ・スペンス、はいはい、この選手がだいぶペースよく上がってきましたね。ただまだ150メートルぐらいありますけどね、先頭からは、はい。さあ中山が遅れました、さあこの走りをご覧になってどうでしょうか。そうですね、先ほどからもだいぶその前のですね、25の給水のところでちょっと後ろで取りましてね、はい、それを打つくのにちょっと手間取ってましたね。ですからもうその時に少しその兆候があったかなと思ったんですけども、そういうお話を伺ってから言うんではありませんけども、どうでしょう、ちょっと膝の上がりとかですね、ストライドの伸びがどうですか。伸びは小さくなりましたね。ですからストライド自体が狭くなりましたし、はい、でもまだまだですね、この勝負っていうのはまだ分かりませんし、まだ落ちてくる選手いますんでね、はい、1人でも2人でも食って、上位に入ってほしいなと思うんですけども、この中山から10メートルほど前、今先頭のモネゲッティのところにピタリとつけております、谷口なんですが、687番、谷口がね、今年の2月の東京マラソンで、その前半のスローペース、あまりにもスローだったために自分でなかなか出るタイミングが取れなかった、そのために最後に足に来ましてねという話をしてましたね。そうですね、選手というのはそういうことがあるもんですか。遅すぎてもいけない。そうなんですね。ですから一番自分に合ってるペースだといいんですけども、ちょっと落ちますとね、かえってですから前に出て自分の足をたまにはこう負荷を与えて、はい、ちゃんとした形に戻すと、ですから後半に入りますとね、今からですと特に僕は思うんですけども、はい、できるだけ前に行った方がですね、30過ぎますとやはり前に行くことによってですね、あと自分が後ろを見るよりも、はい、逆に、前に行く方が今から勝負っていう意味ではですね、大切だと思いますね。そういたしますと中山は前半のあるいはスローペースが今応えてきて、あるいはどこかにちょっと疲れとかそういったものが出ているのかもしれませんね。そうですね、前半に出入りしてますのでね、ですからそれは後半本当に大きな要素、もう勝負にはですね、はい、大きな原因になってきますのでね、さあ30キロです。先頭のフルクが今通過しました。1時間35分34秒です。
30キロ1時間35分30秒、これは随分またペースが落ちましたね。そうですね、だいたい16分37ぐらいでしょうかね、この5キロが。そういたしますとこのタイムでそのまま行きますとゴールが2時間14分台、まあ、このまま落ちていっちゃいますと、それこそ15分かかっちゃうような形になってきますよね、はいはい、中山の表情を今ご覧いただいておりますが、ここでまた給水を取りました。谷口がスペシャルドリンクを取っております。この谷口はいわゆる科学的に処理をいたしましたお茶をこのスペシャルドリンクに入れております。バイオ茶というんだそうでありますが、ご覧のようにスプリットこの5キロは16分37秒と大幅に落ちました。そして中山が先頭の谷口から100メートル近く差をつけられました。今増上寺の三下脱門の前を通過しました。頭から水をかぶっております谷口、そしてヤンフルク、さらには篠原3番、そしてアーメドサラ、さらにはギシラセ、そしてモネゲッティが谷口からそう30メートルほど遅れました。さらにはベッティオル、そしてその後ろにカスティーヨ、カスティーヨの後ろ中山が100メートル、先頭からは200メートル近い差がついてしまいました。中山の足取りが悪い、これはピンチ、中山ピンチであります。さあこれを捉えているのは2号車の今井さんですか。そうですね、はい、今ちょうど私の前に中山いますけれど、だいぶあの足の運びが鈍いですね、はい、あの中山独特の前に出る走りがちょっと見られません。それからかぶった水を今手で拭いたり、どうもあの視線が定まらなかったり、下を向いたり上を見たりと表情としては冴えませんね。この暑さが相当応えているんでしょうか。国立競技場の瀬古さん、いかがですか。はい、ちょっとやっぱ苦しいですね。前半やっぱりペースメーカーになったことがちょっと響いているような感じがしますね。そうですか、はい、伊藤国光さん、はい、先頭からもう200メートル近い差がつきました。そうですね、はい、ちょっともう追い上げるのは難しいでしょうね。ここからでは無理、日本期待のトリオのうち中山がどうやら先頭から脱落した模様であります。そしてここで谷口がペースを上げました。上げてますね、これは。そうですね、あのかなりあの給水のところから一気に上げましてね、そのままあと篠原くんもついてます。ついてます、はい、もう今ちょうどあの谷口くん勝負出ましたね。出ましたね、はい、ですからもうここから多分もう逃げに入ってると思います。そうしますと、はい、ちょうどあのボルディンとですね、モネゲッティはちょっと後ろの方でいますんでね、はい、このまま行きますと日本の選手、まあ、谷口くんの場合は私もあのこういうレース見てますけども、ここから落ちたっていうのはあまり見てませんし、はい、篠原くんも非常にあの夏のレース経験してまして、昨年の北海道あたりもですね、はい、後半逆にペースが上がっていると、こういったレース経験してきてますので非常に後半楽しみですね、はい、さあ谷口が先頭、そして篠原、さらにはヤンフルク、この3人が一塊になりまして、まもなく31キロ地点。中山はご覧のように苦しそうな険しい表情をしております。その中山の後ろひたひたと迫ってくるのは1163番のアメリカのスティーブ・スペンス。このスティーブ・スペンスが中山との差約25メートルから30メートル、中山を捉えようとこのサングラスが不気味であります。1163番のスペンスが日本の中山を捉えようとしております。さあボルディン、モヌゲッティ、そしてベッティオル、これが3つ目のグループになります。3番目の集団になります、はい、その前にご覧のようにギシラセと、そしてアーメド・サラ、アフリカの2人、3つのグループに先頭集団が分かれました。篠原が非常にいいペースで、篠原が先頭の谷口についております。山下さん、この篠原が頑張ってますね。はい、いや昨年の北海道マラソンを思い出します。やはり暑さには強いんですね、この男は。そうですね、このままあれですか、やはり省エネ走法でついていけば篠原にも谷口とワンツーのチャンスがありますね。あると思います、ね、足田さん、足田さん中山、はいはい、今止まりました。中山止まりました。中山立ち止まりました。あら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 、31キロを過ぎたところで中山立ち止まりましたね。はぁ、中山が腰に両手をやりまして相当苦しそうな表情です。はい、さあこれから中山が立ち直ることができるんでしょうか。もう先頭とは大きく差が開いております。すでに先頭は 31.4 キロ地点、およそ300メートルの差がつきました。中山の走り、また再び世紀を取り戻すことができるでしょうか、蘇るでしょうか。中山武幸、この世界選手権でいい成績を上げ、そして来年のバルセロナオリンピックに照準を当てているという中山武幸、すでにこのレースを前に6月の末には7月には
バルセロナのコースの下見を終えております。中山武幸、しかし今は苦戦を強いられております。先頭の谷口の表情を捉えております。6月に900キロの走り込みをいたしました。同僚の旭化成の米重、あるいは森下、今シーズンのベスト記録を持っておりますマラソンの森下、そういった選手とむしろオーバーペースになるくらい若手に引っ張られて練習を積んできたという谷口。ここでヤン・フルク、アーメド・サラーが前に出ました。アーメド・サラーが仕掛けました。アーメド・サラーが前に出ました。ヤン・フルクとアーメド・サラー、先ほどは2人後ろにおりましたが、アーメド・サラーが前に出ました。谷口と篠原がその後ろ、そしてギシラセ、エチオピアのギシラセが5番目に入っております。ちょっとペースが落ちましたかね。落ちましたかね。あんまりここで落とすとですね、はい、後ろにあのボルディがいますんでね、彼なんかはまあ2分で来てますけど、そうですね、ちょっと落ちますと詰まってきますね、はい、30メートル後方にはボルディンとベッティオル、イタリアの2人がいます。このイタリアというのはいつもですね、仲間と一緒に走る何かこうあれがあるんですね、傾向が。そうですね、でもちゃんと2人でですね、はい、いい具合で走ってきてますよね。お互いに励まし合いながら、そうですね、ボルディンとベッティオル、そしてその後ろさらに30メートルから40メートルの差がありますが、モネゲッティ、そしてカスティーヨです。まもなく32キロポイントを通過します。今先頭の篠原32キロを通過しました。1時間42分ちょうど。そういたしますと先ほど30キロから7分26秒ですか、そうですね、7分26秒ですね、はい、これもやはりゆっくりしたペースですね。それほどペースは上がっていません。そうですね、一時的にちょっと上がりましたけども、その後また落ちましたね、はい、日比谷公園を左手に見て今先頭が通過しておりますが、中山はその先頭から400メートル遅れました。足澤さん、はい、もうほとんどこう足を前にやるのが精一杯という感じなんですがね、もうとにかく沿道のファンのこの声援がすごいんですね、あともう少しゴールまでなんとかゴールしてくれという声もかかりましたね、はい、でぐーっと何回か止まりそうな気配があるんですが、その度にその声援をね、背中から受けるようにして今頑張っています、はい、さあボルディンが仕掛けてまいりました。先頭集団に取り付こうというボルディン、ベッティオルに何か指図をしながらベッティオルを従えて上がってまいりました。ボルディン怖い存在です。この大会を3連覇の、いや三冠王の2つ目の関門にしたいと言っておりましたジェリンド・ボルディン、すでに去年の9月のあのヨーロッパ選手権、ユーゴスラビアで行われましたヨーロッパ選手権では2連覇を果たしました。これは史上初めて。そしてこの大会世界選手権で優勝し、さらには来年のバルセロナオリンピックで優勝して三冠達成を目標にしているジェリンド・ボルディンがじりじりとその差を詰めてまいりまして、先頭の5人に迫ろうという勢いであります。今日比谷の交差点を通過しまして、選手の左手にお堀が見えてまいりました。日比谷通りをひた走ります。先頭集団の5人、ちょっと遅れて2人、イタリア勢が2人、虎視眈々不気味な存在であります。先頭の谷口、センターラインより、そして歩道寄りにヤン・フルク、ドイツ、篠原頑張っています。そしてアーメド・サラー、ギシラセ、そしてボルディン、内側を救うようにして先頭に並びかけます。ボルディンが出ました、ボルディンが出ました。表情を全く変えません。ボルディンが歩道寄りを走りまして先頭集団に並びかけようという勢いであります。ベッティオルはまだ後方です。どうやら先頭に並びました、谷口に並びました。ボルディン、そして先頭に立ちます。あっという間に先頭に立ちます。谷口がここからついていけるか。先頭ボルディン、谷口が2番手、2番目に走っております。谷口、アーメド・サラーがちょっと後ろを振り向いて3番目、その脇に篠原であります。篠原の後ろにヤン・フルク、ヤン・フルクの後ろにベッティオル、そしてギシラセ、ギシラセも表情を変えません。いやいやいや、このギシラセの表情が変わらないというのも不気味ですね。そうですね、もう全然その走りも全然変わってないんですね、まあ、あの実際にあの記録自体はですね2時間12分05秒、はい、そうですね、記録からいきましたですけども、まあ、本当に不気味な存在ではありますね。ですから先ほどあの冒頭でですね、伊藤国光さんがおっしゃいましたように2時間14分ペースだったらばね、ギシラセだって全く楽なペースなんですよね。そうなんですね、ですからまあ少しずつのですね、上限はありますけども、はい、まだまだあの余裕は持っていると思いますね、ですから非常に不気味ですよね、はい、やはりあのボルディが出てきまして、やっぱりあのいかに今までの間にですね、はい、まあ、前半ですね、特にいかに省エネでですね、やっぱり走れるかっていうのが、はい、やはりこの熱いマラソンの中には必要だと思いますね。そうですね。さあこれはモネゲッティです。これも優勝候補の一角でありましたオーストラリアのモネゲッティが遅れました。
まあ、モネゲッティも結局前半中山君と同じように並走しながら走ったのが、今ここまで来てやっぱり来てると思いますね。中山が歩き始めました。2度目、ここでリタイアです。瀬戸俊彦さん亡き後、日本のマラソン界のエースとして牽引が期待された中山ですが、32キロを過ぎてリタイア、無念でありましょう。何回か止まりかけてはまたスタートを切っていた中山ですが、ここで歩道に上がりました。これでユニフォームを脱ぎました中山、無念のリタイアです。残念ですね。期待されておりました中山、前半のやはりペースがあるいは自分に合っていなかったのかもしれません。日本の三強の一人、一角が崩れました。残るは二人、期待がかかりますのは篠原、谷口であります。いかがですか。私は私も同級でよしみじゃありませんが、やはり彼には私も期待するものがありましたし、はい、今日この中でですね、最初に申しましたように瀬古君も言ってましたけども、はい、彼のレースをですね、我々のこの胸のすくようなレースをですね、ぜひ見せてほしかったんですけども ね、 それがみんな日本国民のですね、願いでもあったような気がするんですけども、はい、ちょっと残念ですね、はい。一方ご覧の45という数字が見えております。これが谷口、そして6という数字、ゼッケンが609番のジェリンド・ボルディンです。先頭です。国立競技場の瀬古利彦さんも思いは同じだと思うんですが、はい、中山のリタイア、どうご覧になりますか。ね、非常にもう残念ですね。まさか危険ということになるとは思わなかったですね。はい、まあ、その分谷口君と篠原君に本当に頑張ってほしいですね。はい、さあボルディンです。このボルディンも一時はちょっと後方に置かれて、あれはと思ったんですけれども、さすがボルディンのそのペース、全く変わらないペースで上がってまいりました。そして今や先頭集団に取り付いております。ご覧のように今日の5キロごとのスプリット、大変ゆっくりしたペースで展開しております。ボルディンが1時間35分33秒でした。依然として先頭の集団は2、4、6、7人一塊。こうなりますとやはり35キロをきっかけ、あるいは36キロ、上りですね、水道橋を曲がってからですね、これが勝負になりますね。やはりアコクラになりますかね、これは。30キロを過ぎて一旦は谷口が仕掛けて、ちょっと差を広げるかなと思ったらはすぐに、ジェリンド・ボルディンが追いついて、そうですね、それで今度は逆にボルディンが先頭に立ちました。はい、ですから、まあ、こういう気象条件の中で、ね、まあ、谷口君にしてもですね、早くみんなが諦めてくれれば、あそこでですね、逆に言うと追いついてこなければ多分行ったと思うんですけども、意外にも追いついてきたと、やはりここでもう一度、後ろに下がってもう一度勝負し直しだという、はい、まあ、でも表情には何らの変化ありませんので、まあ、非常に今見てますと篠原君の表情が非常にいいんですね。篠原がいいですか。落ち着きもありますし、はい、うん、まあ、彼の気持ちの中にはやってやろうという気持ちがですね、非常に今胸の中にあると思いますね。橋田さん、はい、100m ぐらい遅れてカスティーヨがいます、はい、それから 20m ぐらい遅れてモネゲッティ、はい、そのモネゲッティのすぐ後ろじわじわっと来たのがアメリカのスペースですね。現在10位につけてますね。いよいよそのモネゲッティを今かわして9位に上がろうかという勢いですね、はい、実はこのスティーブ・スペンスも2時間12分17秒というのがベストですからね、こういう選手がやっぱり上がってこられるペースなんですね。そうですね、はい、今スペンスが9位に上がりました。モネゲッティを抜いた、はい、はい、ちょうど今ですね、1キロが3分25ぐらいかかってますから、そうですね、3分20秒台ですとやはり10秒ぐらいはパパッとくるんですね、はい、ですから今意外にこうペースそれぞれ走ってる選手にしてみればですね、そんなに遅いとは思ってないと思うんですね。まさか3分25、やっぱり3分20秒台かかってるとは思ってないと思うんです、ところがやっぱり実際にはかかってるんですね、はい、ですから後ろからも追い上げが十分可能なんですね。足澤さん、はい、中山選手が今救護車に乗り込みました。無念のリタイアですね。沿道の拍手もね、中山選手が歩いているのを見るとね、水を打ったようにシーッとしますね。そうでしょうね。89年のボストンマラソン、あのソウルオリンピックから立ち直るかと思われましたボストンマラソンで無念のやはりリタイア、まあ、最後まで歩いて一応ゴールはしましたけれども ね、そうですね、まあ、伊藤さんがあの時24回目のフルマラソンで、第一戦を退かれたレースだったんですけれども、それに次ぐリタイアですね。そうですね、本当に残念ですね、はい、みんな日本の選手のですね活躍を期待しているエンドのファンたくさん多いんでですね、はい、本当残念です。そうですね、変わって依然としてスローではありますが快調なペースで刻んでおりますのが先頭のこの7人です。
ボルディン、谷口、篠原、アーメド・サラー、ヤン・フルク、ベッティオール、そしてギシラセでやります。エチオピアはアベベ・メコネンがすでに後方に、おそらくリタイアしているものと思われますが、代わってギシラセが頑張っております。マラソンのナショナルチームはエチオピアでは現在35人おります。3つのランクに分けて A ランク、B ランク、C ランクとランク付けをしてトレーニングに励んでいるということでありますが、毎年1月には4つのプロビンスから20名ずつを選抜してナショナルチームのコーチが私費を投じて指導を行っております。そして6ヶ月後トレーニング期間が終わるとアベベビキラマラソン、あの東京オリンピックの覇者アベベビキラを記念いたしましたマラソンを6月に行って、そこでタイムトライアルで、ナショナルチームに選手を引き上げるというそういった指導システムが作られております。エチオピア、その中から出てまいりました若い選手ではありますがギシラセがこの先頭集団に取り付いておりまして、依然としてこの先頭集団のあるいは恐怖となろうかという存在になっております。ここでベッティオルが先頭に立ちました。あるいはこれはですね、ベッティオルとあるいはボルディン、この2人のですね、チームプレー、そうですね、こうは見られなくもないんですがいかがでしょうか。そうですね、そんな気配もありますね、はい、ただ私思うのには今ここで前に出るのはちょっと無謀というかですね、まあ、もう少し待ってから出るのはいいんですけど、ちょっと彼も一時期遅れてましたので、はい、ちょっとしんどいと思いますね。35キロ今通過いたしました。1時間52分07秒です。1時間52分07秒で35キロを通過。そうしますとこれはもう2時間15分を超えるペースに落ちました。そうですね、はい、後半どのくらいアップするかによってはまあ2時間15分を切ることも考えられますが、実はボルディンが東京にやってまいりまして、そしてこの湿度を感じてですね、湿度が高くなれば2時間14分の争いになるかもしれないというふうに言っていたんですが、その予想にどうやらハマりそうですね。そうですね、だいたいそれぐらいになってきそうな気配ですね、はい、ご覧のようにこの5キロは16分33秒であります。ゴールの予測が出ております。2時間15分の後半も後半2時間16分にかかろうかというゴール予測が出ておりますが、まあ、後半ペースがアップいたしますので若干これよりは早いタイムでゴールできそうではありますが、ここで先頭に篠原が立ちました。ベッティオルが遅れました。篠原、ボルディン、谷口の順になりました。そしてジブチのアーメド・サラーであります。足田さん、はい、アメリカのスペンスのところにつけているんですがね、今8位のカスティーヨを、ね、捉えようかという勢いですよ。これは来ますかな。このスペンスは要注意という感じがこの時点ではいたしますね。なるほど、相当いい走りですね、もうすでにモネゲッティを当の昔にかわして、今まさにカスティーヨをかわそうかというところ、ね、メキシコのカスティーヨを抜こうかという勢いですよ、はい、先頭とは 50m の差。このスティーブ・スペンス175センチ61キロ、ベストタイムの2時間12分17秒というのは、去年これはボストンですか、今8位に上がりました、はい、で行われたレースです。今スペンスが8位に上がっております、はい、ご覧のようにこの後方のカスティーヨを抜いたスティーブ・スペンスから先頭まではまだ 50m の差があります。先頭は7人、変わりません。ここでボルディンがまた先頭に立ちました。完全にボルディンペースと言っていいでしょう。各選手がこのボルディンの駆け引きにはまらなければいいんでありますが、谷口がどこで仕掛けるか。しかし谷口がここで前に出ました。谷口が前に出ました。36キロを手前にいたしまして谷口が先頭に立ちました。しかしまだ大きなスパートではありません、まあ、谷口にとりましてもね、こういうペースは願ってもないペースだったんですね。そうですね、時々ですね、後ろについてますと体重たくなるんですね、それで少し前に出てですね、また体がふっと楽になるんです、はいはい、ですからまた後ろに下がるというようにですね、ですから何回かボルディなんかも繰り返してますし、だからペースにはまらないということも一つは大事なんですね。それが負荷をかけるということなんですか。負荷をかけてやった方がかえって生き返るという逆に足にも刺激入りますし、ですから逆に言うと少しぐらいですね、ちょっとした丘ぐらいがありますとそれができるんですね、自然のうちに。なるほど、谷口はレース前の展開予想として言っておりました。36キロからが勝負だろう、その時に集団が10人もいたら辛いんだけれども3人ぐらいなら絶好ですと言っておりました。現在集団は7人です。その集団を引っ張ります。まもなく36キロ地点、このご覧の左画面の上に見えております、あの中央線のガードをくぐりますと36キロ地点、やや上りになります。この辺りから上りになります。今36キロ地点を通過いたしました。この1キロを3分19秒に近いペースで走ってまいりました。先頭の谷口、
ここで外堀通りに入ってまいりました。ここからじわじわっとなだらかな坂が始まります。そして残り4キロ地点を通過するあたりからは急激な坂が待っております。先頭は谷口です。ちょうど真夏の日差しを真後ろから受ける展開になります。この真後ろからですね、熱射を受けると選手には応えるというふうに言いますね。後頭部ですね、はい、やはり本当は帽子なんかがいいんですけど、スタート時点では日が出てなかったもんですから、前ですし、はい、ですからそんなことでかぶってます、してませんけども、本来であればですね、真夏スタート時にも帽子かぶってですね、はい、後ろをこう隠すような形でですね、するのが本当だと思いますね。現在7時56分を回っております。スタートして1時間56分が経過いたしました。ちょうど真後ろから夏の日差しがさんさんと降り注いでおります。ボルディンは白い帽子をかぶってスタートいたしましたが、あの帽子をそのままかぶっていればね、後ろ向きにして、あるいはその日差しでカバーできたのかもしれませんが、そうですね、やはり暑さに耐えたんでしょうか、帽子をやめてしまいましたね。そうですね、長いこと折り返しすぎてまでやってましたけども、はい、谷口のピッチ走法、このピッチ走法は夏のこういったレースにはぴったりだというふうに言われております。これから上りが始まっています。もうすでに上りが始まっています。私どもこうやって中継車に乗っておりましても、徐々にではありますが上っております。今集団が2467、スティーブ・スペンス、はい、来ましたね。もうそうですね、30ぐらいですかね、30ないかもしれませんね、20メートル、はい、不気味です。不気味な選手が多いんです。モネゲッティは遅れました。もう3号車です、はい、先頭からはね、そうですね、2時間で確認して200メートル以上差がついてますね。200メートルですか、はい、どうですかその走りの具合を見て、ちょっと腕の振りが悪いですね、もう下をうつむいたりしましてね、相当日差しを気にしておりましてね、影はないかと探したんですが、ちょうど今こう真後ろから日が当たってます ね、 そうなんですね。諦めましてね、歩道寄りを走ってるんですが、もうちょっと苦しそうですね、はい、さあこれで谷口が今度はセンターライン寄りに出ました。これは集団を嫌ったんでしょうか。谷口、ボルディンは日差しを避けるようにして高速道路の下寄りを走っております。これが谷口博美、もう31歳になりました谷口博美。このマラソンでいい成績を上げて、やはり来年のバルセロナオリンピックへの代表権を確保したいところであります。すでに中山は脱落しております。今残っております日本期待はこの谷口と、そして篠原太。谷口が今先頭です。その後ろにヤンフルクがつけました。そしてギシラセ、歩道寄りを走っておりますのはジェリンド・ボルディン、そしてアーメド・サラー、ベッティオル、その前に篠原、そしてスティーブ・スペンス。スティーブ・スペンスがもう5メートルと差がありません。この先頭集団に取り付いてまいりましたスティーブ・スペンス、アメリカ。そしてその後ろにカスティーヨ、小さな上りがありました。そして下りがありました。しかしまた上りが待っております。37キロポイントを今通過いたしました。ここで3分25秒、36キロから37キロは3分25秒です。ここで給水ポイントがあります。谷口がまず水を一杯取ります。頭からかぶります。首のあたりに水を当てました。そしてスポンジで首を押さえます。やはり首の後方からの日差しが、熱射が厳しかったんでしょうか。体を冷やします。日本陸連でも、はい、真夏の北海道マラソン、あるいは札幌ハーフマラソンを対象にして、その暑さ対策ということを研究してまいりました。やはり体を冷却することが一番いいという結論が出ているようですね。そうですね。あと5キロを今通過しました。1時間59分28秒前後であと5キロを通過しております。残るは5キロの争いになりました。縦に長くなりました。前が4人、ボルディンが4人のグループ。しかしボルディンはまだ来るでしょう。ボルディンはまだ来るでしょう。そしてスティーブ・スペンスも来るでしょう。省エネルギーを図っておりましたスティーブ・スペンス、ここでどうやら先頭集団の仲間入りであります。篠原がついています。谷口、篠原、ヤンフルク、アーメド・サラー、ジブチ、そしてアメリカのスティーブ・スペンス、ボルビンと並びましたイタリア、その後ろにイタリアのベッティオル、さらにちょっと遅れました。いやエチオピアが遅れました。ギシラセここまでか、ギシラセはここまでか、縦に長い展開になった。その後ろにカスティーヨです。さあこれで先頭が4人、その後ろにスティーブ・スペンスを頭にいたしまして3人、そしてエチオピアのギシラセが遅れ、カスティーヨが遅れ、しかしカスティーヨはどうやらイーブンペースでついているようです。
カスティーヨがこのまま行きますとギシラセを捉えます。そして8位に上がります。さあ後方の選手をちょっと捉えてみましょうか。ギシラセの走りがちょっとばらついてきましたね。バランスを崩してきました。2号車の今井さん、はい、カスティーヨがいいですね。これはカスティーヨが1位、順位を上げそうですね。ギシラセちょっと苦しそうですね。下をうつむいて走っておりますが、はい、今カスティーヨが抜きそうです。カスティーヨが一つ順位を上げました。ここで変わりました。カスティーヨが前に上がりました。8位に上がってまいりました。さあここから上りが始まっております。苦しい上りが始まっております。国立競技場の山下幸子さん、国立競技場の山下さん、はい、どうですかこの上りが始まりました。もうここをなんとか乗り越えてもらったら、もうメダルは見えてくると思います。うん、そんな気持ちでやっぱり走ってらっしゃいましたか。はい、女子の展開とそっくりなんで。そうですね、はい、山下さんは先頭の集団にいました。いやなんとかなんとか、もう競技場に行く前にもう少しペースアップして行ってほしいです。ということは谷口と篠原にどこかで仕掛けてほしい、はい、そうすれば金銀ワンツーフィニッシュ、はいはい、そうですね。今38キロを通過しました。ペースが上がっております。上りではありますがペースが上がっております。7キロから8キロを3分14秒から15秒というペースで上がってまいりました。先頭は谷口、篠原、さあこのまま行ってほしい。ワンツーフィニッシュが期待できます。しかしアーメド・サラーも不気味。その後ろにヤンフルク・ドイツ、そしてイタリアのボレリンも虎視眈々、優勝を狙います。その後ろにスティーブ・スペンス、アメリカ、ベッティオルがちょっと遅れた。そしてさらに置かれて1号車からは見えませんがカスティーヨ、さらにはギシラセ、エチオピア、こういった選手が先頭に続いております。今あと4キロを通過しました。あと4キロを2時間2分38秒前後で通過しております。さあこの辺りで予測するのはまだ難しいと思いますが、そうですね、ボルディンがどうでしょうか。この4人にまたこのペースで行きますとね、非常にしんどいと思いますね。そうですか。ですから今先ほど言いましたように3分25ぐらいからですね、約10秒ぐらいペース上がってるんですよね。ですから、はい、やはりボルディンにしてみればですね、もう必死に今食い下がってる状態なんですね。そうですか。ですから、まあ、谷口君も時々前に出たりしてましたけども、はい、やはり自分のペースをですね、ちゃんと自分の体調を見てたと思うんですね。はい、でここまで来てもうこう勝負だと思ってるんですね。今ちょうどまた勝負を仕掛けましたね。市ヶ谷美月、これからもっともっと厳しい上りにかかるところで谷口が仕掛けました。アーメド・サラーがつきます。篠原は歩道寄り、まだついています。ヤンフルクも歩道寄りだ。2つに分かれた。谷口は箱根駅伝では下りを得意にしていました。しかし上りも得意です。このピッチ走法は上りに適しています。そうですね、そうなんですね。上りと下りというのはですね、まあ、下りにしても足が長い方はいいかなと思うんですけど、はい、ピッチ走法のは無駄がなくて疲労感ないんですね、はい、今これで見ますとちょっとボルディンがもうそうですね、30メーターぐらいは空きましたか、はい、今ちょうどサラとももう5メーターぐらい空いてきてますので谷口とサラ、はい、やっぱりここで一気にですねもう勝負した方がいいかもしれませんね。さあ谷口頑張れ。篠原もつけ。谷口、サラ、その差5メートル、7メートル置かれて篠原、ヤンフルク、15メートル遅れてボルディン、スティーブ・スペンス、そしてベッティオール。さあ谷口スタートだ。上りにかかってスタートした。その差が5メートルから7メートル開きます、開きます、その差が開きます。谷口スタートだ。目に見えてスタートしました谷口。さあ谷口がスタートをいたしまして、その差が10メートルと開いたアーメド・サラー。アーメド・サラーから15メートル、篠原頑張れ、メダルが届くぞ、メダルに届くぞ、篠原頑張れ。その後ろにヤン・フロック、ちょっと落ちた、ちょっと落ちた、ペースが落ちたボルディン。篠原から30メートル遅れましたジェリンド・ボルディン。その前にスティーブ・スペンスが上がった。まもなく39キロ地点、残り 3.195 キロ、その地点を間もなく迎えます。さあ残り谷口、スティーブ・スペンス、いや今39キロを通過して3分13秒、この1キロ3分13秒、前の1キロとほぼ同じペース、後方が遅れているんですね。そうですね、非常にでも少しペース上げましたね、ですからここで思って勝負という気持ちで多分、はい、谷口が出たと思いますし、はい、もう多分このまま勢い緩めないと思いますんで、さあ金メダル、
これでいきますと、もう彼の頭の中にはあと3キロという頭の中入っていると思いますので、うん、はい、もう3キロであれば普段のトレーニングの中でもやってますので、これからが彼のですね、本当の本領発揮で、はい、やはり今までの、まあ、旭化成の中でですね、トレーニングの結果が、はい、効果が出ると思いますね。残り3キロ、2時間2分5分です、5秒です、2時間2分5秒。橋田さん、はい、橋田さん、今ボルディンのグループにつけてますがね、ボルディン、ベッティオル、それからアメリカのスペンス、この3人は先頭の谷口から5、60メートル離されましたね。その差がどんどん広がっているようです、はい、2時間6分で残り3キロ、このまま行きますと2時間15分を切るかもしれません。先頭は谷口です。先頭谷口と2位アーメド・サラー、四谷見附を曲がるところでその差は50メートル以上、70メートルと開いています。迎賓館を遠く左に見やって谷口が金メダルへの疾走です。金メダルに向かって最後の疾走です。谷口素晴らしい走りです。これまでオリンピックでは銀メダルが最高でした。メキシコオリンピックの君原健二さん、銀メダルが最高です。東京オリンピックではあのつぶれやこうきちさんが銅メダルを獲得しております。まだオリンピック世界選手権を通じてマラソンでの金メダルはありません。もちろん世界選手権で金メダルはありません。金メダルに向かって疾走します。谷口博美、いい走りです。いや本当素晴らしいですね。もう今必死ですけども、いやもう間違いないと言ってもいいぐらいですね、それとあと後ろの方に今篠原くんがですね、3番でですね、はい、キープしてほしいですね、ぜひこのままキープしてですね、ぜひまあこれ勢いでいきますと、あのサラもひょっとしたら捉えるかもしれない、できれば金銀ですね、ワンツーフィニッシュしてほしいなと思いますね。サラとの差がだいぶ開きましたね、50メートル60メートル、もっともっと開いてますね、その後ろに篠原、このままでいけば篠原銅メダルになりますね。そうですね、その後ろどうですか。その後ろはね、篠原の後ろはあんまりつきませんね、はい、芦田さん3号車がつけてるんですが、その後ろの差はね、約15メートルですね。15メートル、で追ってくるのはヤン・フルクなんですが、うん、これほど力はありません。ヤン・フルクは落ちてた選手ですからね、はい、上がってくる選手はいませんか。ただね、上がってくる選手はね、ここからはね、確認できませんね、はい、ヤン・フルクだけが追ってくるんですが、しかし篠原も相当苦しそうなんです、この2人の選手はね、はい、もう苦しいそんな走りなんですが、もうあとは気力我慢だけですね、うん、どうやら谷口の金メダルは確定のようであります。谷口の金メダルは確定です。よほどのアクシデントがない限り谷口の金メダルは確定だ。生きていいでしょう。そうですね、はい、40キロ今通過しました。2時間8分16秒で40キロを通過、残り 2.195 キロ。さあここを6分半で通過すれば2時間16分半、んじゃないですね、14分でいきますね、14分、はい、2時間14分ですね、はい、14分でいきますね、15分、まあ、切るぐらいだと思います、ね、ですね、はい、しかしもうこれは時計はね、そうですね、はい、今の上り含めましてね、今の1キロ3分で来てますからね、3分ですか、ですからね、はい、本当に素晴らしいですね、はい、さあ間もなく残り2キロになります、残り2キロになります。橋田さん、はい、アーメド・サラーとの差が80メートル以上と差がつきましたね。残り2キロ今通過しました。2時間8分53秒で残り2キロを通過しました。そうしますと2時間14分50秒前後、そうですね、はい、大体それぐらいだと思いますね、はい、まだまだ、まあ、彼の走り今非常に落ちないと思いますんで、はい、まあ、ここまで行きますとね、もう勝ち点を意識してますから、まあ、今日以上入ったらというような感じまで、はい、もう頭で描いてるんじゃないでしょうかね。そして篠原が間もなく2キロ、はい、ヤン・フルクスの差はね、少しずつ開き始めました。開いてるアメリカのスペンサーが追っています。それよりもむしろね、前のアーメド・カラーとの差まだ50メートルあるんですがね、これがだんだん縮まってますね、はっきりと縮まってる、はい、このアーメド・カラーとの差が縮まっている、ということは銀メダルの可能性もある、ありますね、はい、でものすごい声援ですからね、この声援を一心に受けましてね、もうなんか泣きそうな顔なんですが、篠原もう気力を振り絞っています。それはもう谷口も同じです。口を開けます。まもなく大木戸の交差点です。江戸と街道を分ける大木戸の交差点、まもなくそれを左に曲がります。そうしますと残りは1600メートルです。谷口とそして今2位を走っているアーメド・サラー、その差はもう150メートルと開いています。そしてそのアーメド・サラーの後ろの篠原との差が縮まっているという今船越アナウンサーの情報が入りました。さあ大木戸の交差点、四谷4丁目の交差点を今曲がります。残り1600メートルを切りました。さあ世界の王者へひた走ります。世界の王者へ王道をひた走ります。日本の谷口、金メダルはもう間もなく目前であります。金メダルへの疾走、金メダルへの快走であります。他を引きつけません、見事な快走です。31キロでちょっと仕掛けました。その後ボルディンに追いつかれました。力
しかし36キロを過ぎて見事なスパートを見せました谷口。上りに強い谷口、遺憾なくその進化を発揮いたしまして、今や金メダルへの疾走であります。おっとスティーブ・スペンス、スティーブ・スペンスが抜きました。スティーブ・スペンスが力を残していましたね。ありましたね、やはり後ろからの選手怖い、はい、うん、現在篠原4位、そしてヤンフルークもね、スペシャルドリンクを片手に持ちながらね、これを抜き去ります。篠原苦しいか、篠原苦しい、これで5位ですか。篠原さあ頑張ってほしいんですが、巻き返しはどうでしょうか。これが2位のアーメド・サラー、後ろを振り返った。アーメド・サラー銀メダルは確保したような、そんな表情を見せております。41キロ地点を今通過しました。残りあとは 1.195 キロでやります。先頭の谷口、谷口からその後ろ、谷口はもうすでに下りに入っております。下りに入っております。日の丸が揺れています。山下幸子さんの銀メダルに続いて、今度は谷口が金メダルでやります。マラソンで金メダルでやります。堂々たる金メダルへの走り、残り 1000m になります。あと1キロになります。残りはもうわずか3分で国立競技場のゴールが待っています。ご覧のように国立競技場が待っています。残り1キロを今通過しました。もう3分を切ります。あと3分を切ります。3分の走りを切りました。谷口右に首をかしげます。まもなく左にカーブを切りますと上りが待っています。その上りを克服いたしますとゴールが目前であります。大きな歓声です。8時12分、早朝から多くの歓声がこの沿道を埋めました。もう間違いありません。金メダル、金メダルは確保いたしました。日本初めての、世界的な大会での初めての金メダルは目前であります。今中央線のガードをくぐります。そして首都高速のガードをくぐります。首都高速4号線のガードをくぐりまして、さあ今左にカーブを切って上りに入りました。山下アナウンサーお願いします。午前6時、気温が26度でした。国立競技場から朝もやの東京の街に飛び出した39カ国60人のランナー、トップで国立競技場に戻ってきたのは谷口です。日本、いよいよ待望の金メダル。女子マラソン、山下幸子さんに続く日本のマラソン界にとって快挙が成し遂げられます。さあ谷口がマラソンゲートをくぐります。国立競技場のトラックにいよいよ姿を見せます。午前6時からこの国立競技場、およそ1万人近いファンが詰めかけています。電光掲示板、このスクリーンに映し出されるたびに大きな歓声、拍手です。一段と大きな声援です。日本の谷口、金メダル確実。第3回の世界選手権東京大会、地元東京で見事に谷口38キロからスタートを見せました。朝6時の気温が26度、そして途中30度、この国立競技場の気温も30度を超えています。暑さの中のサバイバルレース、見事に勝ち抜きました日本の谷口。後ろを振り返ります。そして今ようやくアーメド・サラーがこの国立のトラックに戻ってきました。もう優勝は間違いありません。第2位はアーメド・サラー、そして第3位は果たしてスティーブ・スペンスでしょうか。バックストレートを走ります谷口。何回も走ったこの東京のコース、国立競技場、栄光のゴールを目指します。もう完全にこの栄光、金メダルを手にした谷口。そして一段と今声援が高くなりました。篠原が入ってきました。篠原が第4位に入って、第5位に入ってきました。さあ一方の谷口、この篠原を見ながら栄光のゴールまで 100m になります。第3回の世界選手権で日本の谷口、ガッツポーズ。日本の男子マラソン世界の頂点に立ちます。世界選手権の初優勝、日本の谷口、いよいよゴールです。さあ谷口ゴールに向かいます。世界チャンピオン、日本の谷口優勝、おめでとう。女子の山下幸子に続いて日本マラソン史上快挙を成し遂げました。谷口博美、見事に金メダル、見事に金メダル。38キロから猛烈なスパート、日の丸を手にしました谷口。そして第2位がアーメド・サラー、第2位がアーメド・サラー。ローマの大会に続いて惜しくも涙を取りました。井口のサラーが第2位、銀メダル。そして第3位にアメリカです。アメリカのスティーブ・スペンス、
スティーブ・スペンスがやってきました。銅メダルはアメリカのスティーブ・スペンス。結局最後はサバイバルレース、タイムではありませんでした。そして篠原が第5位です。第4位はヤン・クルク、ポーランドのヤン・クルクが第4位、そして篠原大健闘第5位です。見事でした。篠原第4の男から第3の男に昇格してこの大会に出場しました。篠原第5位でゴールインしました。ベッツィオールイタリア第6位、途中でボルディングが沈んでしまいました。優勝したこの谷口、第7位にはカスティージョです。日の丸を振ります。嬉しそうな表情です。銀メダルの山下幸子さん、はい、どんな気持ちですか？もう最高です。もうやはり金はいいです。目の当たりにしてできればやっぱり金メダルが欲しかった。はい、もうはっきり今思いました。一番がいいです。長い間夢に続けた金メダル、勝利がどんなに素晴らしいか、どんなに力を与えてくれるか、私たちは知った。